スター夢の代償は2016年から2019年に放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。メジャーデビューを夢見る若き少女が音楽業界のスターダムを駆け上る姿を描く。原作、制作はリー・ダニエルズ、出演はジュード・デ・モレスト、ブリタニー・オグラディ、ライアン・デスティニーなど。アメリカでは2016年12月14日にFOXで放送が開始され、2019年5月8日に最終第3シーズンで打ち切りとなった。打ち切りの発表後、ファンによる続編を求めるキャンペーンが行われ、2時間のテレビ映画の制作が決定している。日本では2017年7月12日に FOX チャンネルから放送が開始されたほか、Amazon プライムビデオでは、スター夢の代償のタイトルで配信された。メジャーデビューを夢見る若き少女スターは、妹のシモーネ、ライバルのアレクサンドラと共に、ユニット活動を始める。彼女たちは、厳しい音楽業界を勝ち抜き成長していく。スター夢の代償のキャスト。ジョーダン・ヒダリから、ジュード・デ・モレスト、ブリタニー・オグラディ、アミアー・スコット、クインシー、ベンジャミン・ブラッド、クイーン・ラティファ、ルーク・ジェームズ、スティーブン・ドーフ。2015年8月、FOX は本作のパイロットをエンパイアー成功の代償のクリエイターであるリー・ダニエルズに発注したと発表した。2016年4月27日、全12話の第1シーズンが発注された。第3シーズン放送終了2日後の2019年5月10日に本作の打ち切りが発表された。ファンはソーシャルメディアでセーブスターキャンペーンを開始。change.org などのウェブサイトで番組を打ち切りから救うための嘆願書が作成され、10万人以上の署名を集めた。5月29日には番組制作者のリー・ダニエルズがインスタグラムにキャンペーンを後押しする投稿を行った。他のケーブルネットワークでの続編の可能性が報じられたが、5月31日にリー・ダニエルズは続編の制作元を見つけることができなかったとインスタグラムに投稿した。2019年7月、リー・ダニエルズは自身のインスタグラムに本作が2時間のテレビ映画としてフィナーレを迎えると投稿した。第1シーズンは映画批評集積サイトのRotten Tomatoesに37件のレビューがあり、批評家支持率は 35%、平均点は10点満点で 4.19 点となっている。また、Metacriticには30件のレビューがあり、加重平均値は42、100となっている。ありがとうございます。